はいそれでは本日は二級土木施工管理技師の学科試験平成30年前期一時土井14番専門土木コンクリート構造物の劣化現象について解説をしていきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください今回の問題の答えは1番が答えとなりますコンクリート構造物の劣化現象に関する次の記述のうち適当でないものはどれかという問題になります1番アルカリシル化反応はコンクリートのアルカリ性が空気中の炭酸ガスの侵入などによって失われていく現象である こちらの問題は不正解になります。結果から言うとこちらの説問に関しては中性化の説明をしているという形になりますそもそもこのアルカリシリカ反応というものは何かというとコンクリート中のアルカリ分コンクリートというものは特徴としてアルカリ性が高いことがまず一つ特徴として挙げられますこのようなコンクリート中のアルカリ分と骨材中のシリカ分骨材中にはシリカがありますそのシリカ分が化学反応を起こしてできた物質アルカリシリカゲルというものができます このアルカリシリカゲルが吸水膨張水を吸水したりそして膨張させたりしてそしてコンクリートの構造物にひび割れが発生する現象のことをアルカリシリカ反応と言いますこのような下に書かせていただいた絵があるんですけどもこのようなコンクリート中にはですね骨材が混ざっておりますこの骨材の中にですねアルカリシリカ分アルカリ成分が骨材の中には含まれております そしてこのアルカリ成分が、えー、そのシリカ、えー、骨材に含まれているシリカと反応してアルカリシリカゲルというものが生成されます。こちら一番右の絵ですね。このようなアルカリシリカゲルが、えー、生成されることによってこのアルカリシリカゲルの特徴として、えー、この強力な吸水膨張性を持っている。まあ、吸水をして、そしてそれを膨張させるという特殊な現象をアルカリシリカゲルは持っております。なのでこれによって強力な吸水膨張によって、えー まあコンクリートの表面がひび割れてくる現象、これをはるかにリカ反応と言いますので、こちらも覚えていただければと思います。今回の問題は中性化の説明をしているので、1番に関しては正解になります。続いて2番。塩害はコンクリート中に侵入した塩化物イオンが鉄筋の侵食に引き起こす,引き起こす現象で,である。こちらの問題は正解です。この塩害という言葉なんですけども、鋼材が塩分によって腐食し、劣化する現象のことを塩害と言います。 この塩化物イオンがですね、このコンクリート地の中に入り込んで侵入していってですね、この塩化物イオンが鉄筋の中に、鉄筋の中まで行って、その鉄筋が化学反応を起こして、まあ、サビが生成されていくということに、形になります。このサビが、このコンクリート地の劣化現象に響いてきて、このサビからコンクリートと、そして鉄筋が剥がれて、腐食して剥がれていって、それが構造体、品質管理の、品質の低下につながるという流れになります。 なのでこのような塩化物イオンに関してはコンクリート中に侵入した塩化物イオンが鉄筋の腐食を引き起こすという現象がこの塩害になりますのでこちらも覚えていただければと思います2番に関しては正解です続いて3番当害はコンクリートに含まれる水分が凍結し氷の生成による膨張圧などによりコンクリートが破壊される現象であるこちらの問題は正解になります当害というものはですね コンクリート中の水分とコンクリートの中に水分が入っているんですがこの水分が凍結されることによって、えー、そして、えー、凍結されることで膨張しますそしてその後、と、えー、熱い、まあ、日射を浴びることによってこの氷となったものが融解、えー、溶けることによってこの凍結とそして融解、えー、溶けるという検証ですねこれ,をこれを繰り返し受けることこれを凍結融解作用と言いますこのような凍結融解作用を受けることによって コンクリートの表面が徐々に劣化して破壊される現象のことを当該と言います。なので暑いと寒いの繰り返しでどん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 コンクリートの表面が日々割れてくる現象。これが当該と言います。なので冷気で固まって、そして日射によって溶けると。このようなものが当該と言いますのでこちらも覚えていただければと思います。3番に関しては正解です。続いて4番。科学的侵食は硫酸や硫酸塩などによりコンクリートが溶解する現象である。こちらの問題は正解になります。 このココンンククリリーートトがが、が溶解すすすす。るるととといいいいうここなんでで劣化する現象と思っていただければいいですこのようなです、ね、コンクリートが劣化する現象として硫酸であったり硫酸塩などが表面にコンクリートの表面につくことによって表層が脱落してそして腐食していく劣化していくという現象がこの化学,侵食になります化学的侵食になりますのでこちらも覚えていただければと思います4番に関しては正解です以上のことから今回は1番が答えとなります